川端です。よろしくお願いします。今回はですね、函館ラサール高校の問題です。カッコ x2乗引く 15x 足すカッコ x2乗引く225 足すカッコ x 乗足す 2x 引く255、因数分解しなさいという問題です。解き方2通りでね、解説していきたいと思います。まずはですね、このカッコカッコカッコってことなんですけれども、それぞれのカッコがですね、因数分解することができます。まず x2乗引く 15x ですが、これは x でくくることができますね。つまり x カッコ x-15 と。続いて x2乗引く225ですが、225っていう数はですね、15の2乗です。これね、15の2乗。そうすると2乗引く2乗なので、和と差の積、つまりカッコ x 足す15カッコ x-15 という具合になります。続いて x2 乗足す 2x-255 なんですけども、足して2かけてマイナス255となる2つの数を探します。ここは x で、ここは x で、255なんですけど、これ素因数分解してみると、これ5で割ると5525515で、51はこれ3で割れます。3で割ったら31が3 7321で17と。ということで255っていう数は、これ 3×5×17 なんですね。そうすると3と5をかけたら15になるので、15×17 で、15と17の差がちょうど2なので、そしたらプラス17-15とやることによって、X を足す 2X-255 を因数分解したことになりますね。はい。そしたらですね、今よく見ると X-15、 これ同じものですよね。同じものあったら文字で送ってるのが基本で、例えば M と置いて、そうするとこれが XM 足すカッコ X 足す 15M プラスカッコ X 足す 17M と。ということで、で、M でくくることができるので、M カッコ X 足す X 足す15足す X 足す17という具合になり、で、ここで M を元に戻して、M はカッコ X 引く15、また X 足す X 足す X で 3X で、15と17を足して32という具合になって、で、これはもうそれ以上因数分解できないので、これでおしまいということになります。まあ、これがですね、基本的な解き方というか、まあ、高校入試においては、中学生が解くなったらこうやって解くかなと思います。で、ただですね、別解として、この式なんですけども、もうそのまま計算してしまうというやり方もあります。これイコール、つまり x 乗と x 乗と x 乗を足したら 3x 乗になりますね。続いてマイナス 15x プラス 2x でマイナス 13x という具合になります。で、最後にマイナス225とマイナス255、これを計算するとマイナス480と出てきます。そしたらですね、これいわゆる足す引かけの因数分解ですね、という具合になります。で、480なんですけれども、これ480をちょっと素因数分解しなければいけません。例えば、5で先に割っちゃいましょうかね。5で割ったら、5×45=30で5×6=30。そうすると、これ3で割りますかね。3で割ったら32と。で、あとは2で割っていくだけですね。2で割って、2で割って、2で割って、2で割ってと。やっていくと、つまり1、2、3、4、5。2の5乗かける、3×5 という具合に出ます。そしたらですね、この足す引かけなんですけども、まあ、3x2 乗の方はこれもかけて3だから、これ3と1ですね。で、問題はこっちなんですけども、この480、かけて480になるものということで、これペアをね、探していくとこれたくさんあるんですけれども、ただですね、これ計算した時に、ここ足す引で計算した結果、ここマイナス13になるんですね。まあ、どっちかがプラスでどっちかがマイナスになってるってこともわかるし、あとはこのマイナス13っていう数は、これ奇数ですよね。
偶数奇数にちょっと注目します。奇数ですね。つまりですね、これ今2の5乗かける3かける5なんですけども、3と5は奇数ですね。で、2の5乗ですが、これ2はもちろん偶数です。で、この2をですね、バラバラに分けてしまうと、例えばこの式を 2×3 と2の4乗かける5という具合に分けてしまうと、2×3 で6で、2の4乗かける5で 16×5 だから80か。例えばこう6と80とかってやってしまうとですね、例えばですよ、例えばこう、どっちかマイナスやってしまうと、これ奇数と偶数かけて偶数、奇数と偶数かけて偶数、つまり偶数と偶数を足し算することになるので、これ絶対に奇数出てこないんですね、計算した結果が。なのでこの2の5乗と 3×5 の15、で分ける必要があるんですよ。片方偶数で片方奇数にならないと、これ足した時に奇数になりませんよと、っていうことが言いたいわけですね。ということなので、2の5乗っていうのはこれ32で、32と15で分けることが分かります。そうすると計算した時に、こっちが15でこっちが32ってやると、1と32かけて32、3と15かけて45で、ここ符号マイナスだからここマイナスにしなきゃいけないので、こっちがマイナスで分かりますね。ということなので、以上を踏まえて、ここがここ X つけて 3X+32、X-15 という具合にたすきがけで因数分解することができるということになって、同じ答えになりましたということになるわけですね。はい、ということなので、高校入試ね、中学生だったらこうやって解いていくかなとね。ここの部分はね、ちょっと因数分解するやや大変ですけど、 X-15 っていう共通因数を見つけることができるので、 X-15 でくくればできるよと。これ普通に計算すればね、あとはこれたすきがけする問題だって考えれば、こういうふうに解くことも一応できますよということですね。はい、以上で解説終わります。では。